ヘンリク・シェディングはユダヤ系ポーランド人でメキシコに帰化したバイオリニスト、作曲家。ワルシャワ出身。5歳より母親からピアノの手ほどきを受ける。7歳よりバイオリンをはじめモーリス・フレンケルに支持する。ベルリンに留学して1929から32年、カール・フレッシュにバイオリンを支持。その後、パリ音楽院に入学。 ジャック・ティボーに支持し1937年に同行を主席で卒業する。なお、1933年にブラームスの競争曲を演奏してソリストとしてデビュー、同年から1939年までパリでナディア・ブーランジェに作曲を支持。第二次世界大戦中はポーランド亡命政府のために通訳を務める傍ら、連合国軍のために異問演奏を行う。 メキシコシティにおけるイモム演奏の合間に、同地の大学に職を得、1946年にはメキシコ市民権を得た。その後は教育活動に専念したが、1954年に演奏家として転機が訪れた。ニューヨーク市におけるデビューが、極めて高い評価を得、余生を幅広い演奏活動のうちに過ごすようになる。1988年にカッセルにて隠し、 拠点を置いていたモナコに埋葬された。シェリングは、たくさんの録音を残しており、とりわけ、バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータは、ミルシテーンの演奏と並んで評価が高い。また、室内楽では、アルトゥール・ルビンシュタインのお気に入りのパートナーとして、知られた。古典的なレパートリーの他に、 ビエニアフスキやシマノフスキのようなお国の、マヌエル・ポンセの競争曲など、近現代作品にも意欲的に取り組んだ。自ら発掘、初演したパガニーニのバイオリン競争曲第3番、フィリップ・ウィルビーにより保湿されたモーツァルトのバイオリンとピアノのための競争曲などの録音も残し、前者のために自らカデンツァも作曲している。主な使用楽器は1743年生。 グアルネリデルジェス、ルデューク、ありがとうございます。